ができるとゴールチャンスにつながるかもしれないですね。フェリペ、フェリペシーバートコースター、広島先制、残留へ向けて絶対に勝ちたい広島が前半の終了間際に先制です。フェリペのシュート、コース変わって柴崎選手でしたね、先制です。いや、積極性が実りましたね。もう一度ご覧いただきましょう、ここ、ね、これフェリペシューバが、あ、もうこれは柴崎が狙ったというよりかも当たって結果的にコースが変わった、はい、そうですね、そういうシーンでした。まあ、でもここもね、仲のいい仕掛けからね、思い切って